どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ふうへやです。ということで今回は 1000m アスレのあのここを思いっきり切り抜いて落とし穴にしたら最強アスレ勢たちでも引っかかるのかというね、検証していきたいと思います。で、まあ、これが引っかかりやすいのはやっぱアスレが上手い人だと思って、やっぱタイム縮めようとするとこことか見ないでこんな風に飛んじゃうんですよ。でその時にこのはしごとか取っ払ってここも奈落にしたらなんか面白いんじゃないかなっていう、まあドッキリですね。まあ上級者から初心者まで引っ掛けてみたいと思います。ということで完成しました。あのですね、奈落にしようと思ってたんだけど、あのやっぱマグマの方が苦しむ絵が見れていいんじゃないかなって思ったんでマグマにしました。あとね、アスレ最強勢とかも呼んでくるので、ちょっと僕があまり遅くて取れないとあれなんで、僕はクリエイティブのまま挑みたいと思います。どうも皆さんこんにちは、こんばんはふうへやです。いやどうも皆さんこんにちは、 A ボタンです。ということで A ボタン、今日はですね、なんだ、まあこの 1000m アスレの中にね、いくつか隠しボタンを仕掛けておきました。この宮北マップにそう、まあ A ボタンとはね、まあ途中まではたくさんいい戦いができそうだね。いい、そうそう、なんか最初まで俺できるんで。そうだね、あのはしご越えた時が怪しくなるんであそこまでが俺のスピードの極致なの。ボタンで分かりやすいですか、色とか。あ、分かりやすい分かりやすい。あ、まあじゃあヒントは、うん、あの暗闇より先ってことで。え、いくつかってことは1個じゃないですもんね。うん、1個じゃない。いいじゃないの。じゃあそこまではね、俺がこの瞬間移動の技を使って行けばいいですね。まあでも、あ、じゃあ待って、あ、落ちちゃいましたね。いや、気のせいですよ気の、そうか、落ちたのは気のせいだった気のせい、そんなちゃいだなんて、そんな、いや、そんな、落ちちゃうじゃないですか、本当に。落ちるわけないよな、こんなところでな。マジ緊張するじゃない。まあ、もちろんそのノーミスっすよね、そのクレームまでは。当たり前よ。もう当たり前。全部よ、全部。全部ノーミス。余裕。世界記録じゃないですか。そうだよ。ノーミスだったら。はい。はい、いいね。いいね。氷も一発でクリアしてるよ。お、はい、いいね。はい、いいね。あ、ちょ、違うよ。ちょっと、そういうミスあるじゃん。あ、ミスって言っちゃった。二人だって、ね、できないことと不得意なことはあるよね。あるよね。わかる。全然。やっぱ、誰だってあるよ。そうだね。弱者の頃の気持ちを知ってる A ボタンは、ね、弱者の気持ちもわかるよね。ふうへやさんってほんと口悪いよね違う、今のは俺ちょっとあのオブラートに包んだんだけどどこがだよ、弱者って言ってるじゃん。弱者とか言っちゃダメよ、ほんとに。そういうこと言うからみんなさ、少しさ気分悪くなるんだよ、みんな YouTube 楽しく見てんのごめんって、ごめんな、画面の前のみんなごめん。みんなは俺が悪に見えるけど、実は俺が正義っていうイタチパターンで。いいね。そうそう。おぉマジか、おぉはふざけんなよ、ほんとに。やば、この人。ほんとに気づかなかったんだけど。気づかなかったんだけど、ほんとに。あ、いや、珍しい。いや、なんかここまで綺麗に A ボタンが引っかかるのは珍しい。うわ、悔しい。えいつ用意したのこれ。あ、ごめん。いった、待って、ごめん。ルール説明は、暗闇を越えた後ぐらいから、ちょっといろんな隠しボタンがあるんで、まあ、それを見つけて、やるという感じで、大丈夫でしょうか。あ、ボタン系ですか。あ、そうです。ということで、次はね、TKD さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。TKD さんといえばね、もうちょっと、やっぱいろんな生放送に来てもらったりして、もう他とは並外れたアスレ力を見せてくれる方ですからね。いや、もうハードル上げても大丈夫。ハードル上げても大丈夫。でもね、僕も実は割と早くなったんですよ。はい、これ久々ですね、自分。あ、マジですか。あ、まあ、でも確かに新しいやつばっかり。
やったんで。やば。あ、なるほど。なんかいろんなの増えましたもんね。はい。はい、結構ハイフワールドとも多いし、アスレチックの。ああ。結構増えてますよ。いや、面白いですね。ほっ。最近やってるゲームとかは、フォートナイトとかやってるんですよね。最近フォートナイト結構やってますね。ああ、もう余裕ですか。ドンカツとかは。いや、あんまり、もう下手くそっすね。いやいや、難しいんですよ。俺なんて。おお、いや、早いっすね、やっぱ。楽しくなるわ。あ、ここで久しぶりに落ちた。やばい。やばい、俺もだ。俺もこんなところで落ちてしまった。やばい。まあでも、暗闇からが。そうですね、本番は暗闇からですからね。ほっ、負けないぞ。ほっ、待って、2回目。おっと、待って、やばい。おっと、これは、これは、まだですか、まだですか。そうですね。まだ慌てない頃ですね。ほんと。OK。ほっ、おつけ。ふぅ。とっ、おっ、じゃあ僕は一足先に暗闇に行っちゃおうかな。いや、今横並んでますよ。ほんとだほんとだ、全然見えなかった。早い。うわー、早い。あ、危ない。待って、やはしごあると思ったなかったんだけどまあなんかあそこ流れで行ってしまいますよね。そうなんですよね。ああ、そうそれだよね。やっぱそうっすよね。そうなんですよいやー、よかったそうなんですよ、実は今回の企画これなんですよ。ああいうやつですか。そうなんですよ、実はこう暗闇より先にあるよってちょっと気を引かせてからの急がせてからのダイブと。そうですね、難しいよなこれ。引っかからない人逆にすごいですよ本当ですよね。いや、ごめんなさい、なんか、はい、いやー、全然大丈夫ですよありがとうございます。ありがとうございました。3人目はブースさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ね、まあ、隠しボタンが暗闇から先にあります。暗闇からですか。はい、暗闇からより先ですね。 なんでね、頑張って見つけてくださいね。頑張ります。お、負けないぞ。でも暗闇から先ということは暗闇を超えた後ってことか。そうですね。よし、それまではまあ、やばいぞ。行くぞー、勝っちゃうぞー。は、負けるわけにはいかない。負けるわけにはいかない。頑張れ。いや、俺次は勝ちたいんだ今一勝一敗ぐらいですからねですね。ほっ、おお、前回のドッキリでまあ実質負けてるからなまあこれは分かんないぞ、これは。ふっ、オッケー、ソウルサンドと似てたんだよな。おー、ソウルサンド最後ちょっと難しくないですか。そう、最後めちゃくちゃ難しい。うん、ほっ、水も昔は苦手だったけど。あー、それ水はまあだんだん得意になりましたね。そう、だんだん得意になっていく感じね。ほっ、危ない。よーし、俺はもうすぐで暗闇だぞー。うわー、待てあー、おっと、落ちたんだけど。落ちた？落ちたんだけどいやー、マジかー。あー、びっくりした。今一瞬マイクラが重くなったから。あー、それではお先に行かせていただきます。なーにー、なーにー、やっちまったな。いや、ほんとやっちまったな。めっちゃミスしたわ。あ、今ふっ、はしごですね。はしごですよ。やったということで、実はね、僕実は僕ちょっと先に行って透明になってね、今落ちる瞬間完璧に取れましたねまんまと押してったぞ。いやー、綺麗だった。なかなかいい絵でしたよ。ありがとうございました、じゃあ。いえいえ、もう。いやー、マジか。はい、ということで、
このお三方のチャンネルは概要欄に貼っておくので、ぜひ登録してみてください。あとね、よく最近生放送しないんですかってくるんですけども、まあ、回線がねそろそろ新しくなるので、それにねその時にやろうと思います。まあツイッターでいろんなね ことを告知してるんで、概要欄にそれも貼っとくので、ぜひよかったらフォローしてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあな。